Sonic Boom! Sonic Boom!
You win! Round two, fight!
Zyko! 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 Zy
Psycho!
Kong! Round one, fight! Round two, fight! Sakon!
Thank you.
Yeah.
Thank you.
You can!
Hey!
Thank you.
three, fight! あ、あ、あ、あー、大丈夫かな。中でやる？え？中でやる？チャンネルから。チャンネルから中に。さあ、何回目でしたか92回、北ツー X 組織の細道、始めていきたいと思います。最初は、瀬尾さんのガエルとエグスパーさんの竜ですね。さあ、この組み合わせ、うまい。瀬尾さんのガエルはもう、なんと言いますか、その通常技のかなりテクイ、しっかりさばいていく。結構エクスパーさんの竜は何をしてくるかわからないので、ガエルにとっては結構嫌な感じなんですけれども、しっかりと投げで KO。 素晴らしい。さあ、ラウンド2、うまい。しっかり中盤で返すが、ライヤー波動拳でダウンしました。おっと、ちょっとわからない。ソニックが食うぐらいして、波動拳も食うぐらいしてしまう。さあ、真空を固めて玉の打ち合い、両者どう出るか。あー、あの竜巻すごい返しづらいんですよね。さあ、画面端、ガーッとしっかり。さあ、両者一本といった形。エグスパーさんの、開幕バックジャンプは安定しますね。さあ、竜巻昇竜。ガエルとしては結構あの小竜巻を落とせればいいんですけれども、あ、なんかサウンドゲーム、サウンドマイク、マイクの。はい、さあ、真空で固めて画面端で守り抜いている。中足ブンブン振っての、しっかり守りきった。勝ったのは瀬尾さんのガエルです。座っていいですか。よし、さあ、続きまして、お、ハク君の X ホンダ。しかし、この組み合わせかなりホンダきつい。 OK now, thank you. Oh, thank you. さあ、大足で勝って、大足で駆られていく。ホンダ前に進めない。いやー、しかしきつい。ダブルサマーで削り殺しこれはホンダきついぞ。ホンダはとりあえず飛びを通せば、そん時にね、かなりダメージがでかいんで、まずは飛びを通すところから始めていきたいんですけれども、ガエルはそのホンダの空中を落とす技があまりにも多すぎる。揃い踏みです。まあ、このようにですね、やっぱり前に進めないんですね。きついなー。いやー、食らってしまった。いやー、さすがにこれはキャラ差がすごい。二回転さん曰く65って言ってましたけどね。あ、64だ、64。そんなに差はないらしいですけど。次はセロさん、セロテープさんの残儀ですね。はあ、これもまたこれもまたザンギにとってはかなりきつい組み合わせ。お、こう、
おお、ありがとうございます。さあ、中足思いっきり食らって、これマーカー、これザンギ前進めないが、なんだかんだで画面足追いやっているけれども間に合いませんでしたね。さあ、ラウンド2。うわ、今のバックジャンプの空対空、反応が半端ない。おっと、さあ、じわじわと投げつがんでもみもみしていく。しっかりとさあ、さあ、お互い両者1本取った形で、しかし瀬尾さんの空対空の反応が凄まじいですね。しかしダメージ的には全然お互い、あーっと空ぐらいしてしまった。これは辛い。どうする、セロテープどうする。あっと、しっかりかわしていく。ゴーかー、来たなんということでしょう。素晴らしいとっさの判断。勝ったのはセロテープさんのザンギー。さあ、続きまして、あ、坂本さんのガイ。さあ、セロテープさん、またガエル結構四季の細道でね、ガエルと当たることが多いので、まあ、お手の物なんでしょうけど、かなりこれは2回連続でガエルをやるっていうのはもう半端ないですね。地獄だと思います。さあ、まずはね坂本さんのガイルが1本といった形。しかしセロテープさん、しっかり飛んでダメージを取っている。うわー、これは厳しいまずいぞ。うー、これは凄まじいですね。勝ったのは坂本さんのガイル。6.9対3.1ってこと。ああ、そうです、そういうことですさあ、続きまして、ニーヤーさんのガイルですね。白いガイルが坂本さんで、黒いガイルがニーヤーさんですね。おーっと、うわっ、かなりチューチューサマーシャカチューシャカチューサマーって、また珍しいコンボ決めていきますね。うまい、ニーヤーさん通常技の使い方が半端ない。さあ、めくってチューパンサマーと。お、潰れた。これは坂本選手かなり痛い。さあ、中足させたぞ。うお、しかし接戦ですね。さあ、両者1本取って、お、バック、中キックの使い方がうまい。さあ、ニーヤー選手どうする。うおっと、裏に行ってしまった。中足で差し返して、おお、硬い。勝ったのは坂本さんのガイル。いや、素晴らしいですね。お、次千本さん。さあ、続きまして、千本さんのベガ。さあ、このベガガエルの組み合わせもかなり面白いんですけれども、ガエルはとにかくソニックブーム、まあ、そうですね、ソニックブームやって
で、まあ、落としていくと。さあ、うおっと、なんだこれ。なかなかお目にかかれない感じになってまいりましたが、さまで切られてしまいましたね。さあ、まずはガイルが1本。おっと、対空できなかったが投げ。さあ、最後グラッシャーは投げられてしまい、これはベガかなり攻めづらい。坂本さんがすごい硬いな。さあ通したぞ。おスパコンで削り、冷静ですね。さあ両者1本、ふわっといって、ふわっといって、さあすごいふわふわしてるぞ。おっ、台形を出し、あ、山本さんさあダブル2位でだんだんガンガン前に出ていく。おっ、あー、めくりが通らず、これはきついぞ。うまい、かなりテクニカル素晴らしい。勝ったのは千本さんのベガ。はい、じゃあ次僕ですね。さあ、マイクを持っててくれたうねさんが今から試合なので、マイクセロテープに変わります。うねさん龍ですよ、うねさん龍ですよ。うねさんがキャラ間違いしたのでちょっとお待ちください。さあ、いつも白いガエルのうねさんが、差し切り直して、さあ失礼しました、 1P 側がうね竜、 2P 側が千本さんのベガですね。開幕勝利をパナしていく。この辺はうねさんのスタイルは竜でもガエルでも変わらない感じか。さあ中盤がスカルダイバーに負けてめくり一戦。さあうね竜1点。開幕今度はファイヤー投げて受け身取っている。さあ立ち中継に昇竜、上り中盤今のところやりたい放題といった感じ。さあめくりホバーから、おっとちょっと早かったが、遠めの波動飛び越しにちゃんとジャンプ中盤、うね竜が取り返す。さあ端着地にダブル2からめくりはガード。さあ昇竜に送らせヘッドプレス。さあファイヤー踏んで、ああ上り台形から、おっと足払い波動拳もちょっと危険ですよね出る人はちゃんと出る。さあ千本ベガが一勝ですね。皆さん実況お願いします。はい、というわけでですね、
続きまして、中島さんの本田です。うわきつい。さあ閉じ込められたが最後で抜け出したけど、おいっちょで KO。 これは厳しい。これはベガきついっすね。しかしダブル2でガンガン押してはいる。これはベガ厳しい組み合わせですよね。これ厳しいですよ。あ、山本さん。あ、こんばんは。こんばんは。ほぼ山本です。今日来ないかと思ってましたけど来ましたね。あ、しっかり、あの、あれですからね、何でしたっけ、ハイパー優勝しましたからね。それは身内ネタですよ、ね、あ、ごめんなさい、申し訳ない、はい、かなり身内ネタ、はい、勝ったのは中島さんの本田です、勝利で。さあ山本さん、以前ですね、あの池袋ランブルの最後の営業日にですね、集まったメンツで、まあ、ハイパーひたすら回してたんですけど、最終的に勝ったのがほぼ山本さんの D チュンリーだったっていう。ダッシュチュンリーです。最強です。ランブルプラザの、そうですね、ハイパー最強は山本さんなんで。まあ D サガなの、 D ベガなの、てかまあみんなあんまりつかなかったですね、ダッシュキャラは。はい、山本さんだけでした。僕は N 剣だったんですけど、あー、いやいやいや、もうダッシュガエルとかはね、全然ね、もうあんなもう趣がないですよ、全然趣がない、強すぎて。で、俺が一人のこと言ってるだけになってますからね、これ今ね。さあランブルプラザスティールオープン、スティールってなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。おお、すごい、差し返した、素晴らしい。中島選手かなりやっぱり反応がすごいんですよね、中島さん。さあ空中で勝っていく。おっと、100巻で地下転生で差し返す。さあ100巻が通らないぞ。垂直ジャンプでかわして、どすこいどすこい、しっかり差し返した。差し返しというよりかは、まあただチュン、差し返しじゃないですね。あー、やばい、ピョっちゃった。さあこれはきつい。山本選手百裂張り手でやられてしまった。いや、ボコボコでしたね。いやー、やっぱ強いっすね。強いっすね、やっぱ本田もう。さあ続きまして、エクスパーさんの、お、エクスパーさん、龍、オレンジの龍、オレンジの龍、そろそろ眩しいですね。そろそろここで止めておきたいところ。しかしピヨってしまった。マイカピヨってしまっている。どすこいどすこい、減らない、かなり減らない。本当ですね、全然減りませんね、あの技は。やっぱり素晴らしいですね。鬼ですね。鬼です。鬼でも無双でもありません。さあ、うわ、飛びを通した。今すごかったですね。すごいっすね。よく見てましたね。ドンピシャ、スルッといきましたね。さあ大足で差し返すが、おっと、チョップ、竜巻も見ている。おっちゃんです。おっちゃんチョップ対空ですね。おっちゃんチョップはかなり落とせますからね、あれね。さあ大足から竜巻、エグスパー選手の龍もかなり今絶好調といった形ですが、やらしいですね。やらしいですね。飛び落としても、しかし画面端はちょっと、はい、波動打ちにくくなっちゃうんですよね。打ちづらいですね、マジで。後ろに下がりたいところですからね。そうですね。おっと、百裂バリア、しっかり見ている。さあお互い死んでもおかしくない体力、一発で終わる。おーっと、出す。おお、なんじゃこれ、
なんだこれ、どうなる。さあどうする、どうする。さあ時間だが何もしない。まあこれはドローゲームでしょう。ドローですね。はい、いや暑かったですね。いやそうですね。しかし今の中島さんのその簡単には一本取らせまいという意思を感じました。あそこで突っ込んでたらまあ死んでたでしょう。冷静ですよね。かなり冷静です。今のは すごいドローゲームでした。そうですね、このハードモード、はい、これがやっぱ竜の強みですからね。まあこれでもエクスパさん下がるんですよね。そうなんですよ。画面弾っちゃうところホンダの、はい、思うツボって言いますか。思うツボですよね、まさに。さあ今度は壁から壁行きましたよ。すごいですね、壁壁行きますね。壁から壁行きました。あとエクスパさんどっから昇竜が来るか分かんないからちょっとあれなんですよね。まあ対空は全て通常技ですから。そうそう、読めない時から。おっと飛びからの中足ファイヤー、エクスパーワールドを展開してますね。そうですね、はい、確かに。あ、今日そんなあれですか、連勝数多い人いない。さあこれきついぞ。おお。波動モードになってきた。さあ波動と台足で死ぬ、殺せる距離。波動モード、そうですね。あおっとまた中足波動、真空で削っておしまい。P 勝ち。今打ち切りましたね、完全に。打ち切りましたね。さあ、はい、エクスパーさんの竜が勝利で、続いて入るのが、ハクキャミー。あ、来ましたよ。お、先週のバース、あ、先週つか今週だ、今週11連勝した男。あ、それもう動画出てるんでしたっけ。はい、あのならいい、動画出てます。一人目から半分ぐらいまで。お、行きました。その日なんか人数少なくて20人20人になったんですけど、10人近く、はい、半分殺しました。キャミーで半分殺した、なるほど。そして今日は中村キャミーから。はい、そうですね。あれ、いつもとからと違いますね。違いますね。免許改善ってことですか、これは。そうですね。タケチリスペクトなのか。これはやっと俺もこのタケチのカラーに、そう、カラーにできると。そうですね、そういった念が込められているのか、あるのかないのか分かりませんが、かなりさえ渡っている。しかし画面はかなり押している。スーパー押してます。やばい、竜相手にだいぶ押している。うまい。うわ、竜巻も落としていく。勝ったのはハクキャミー。ハクキャミー。続いて瀬尾さんですね。さあ今日も11連勝するんですかね。いやてか11連勝できる、できない、できない。そう、そんなに人数いないからできないです、今日は11連勝、ね、はい、下時点で卒業ですからね。11連勝したら瀬尾さんのペア。卒業ってなんで。おっ、あそこ当たらないか。さあキャノン、これはですね、はい、あのベガがダブル2位食い込んじゃうと、攻めてるのベガなのになぜかこう2択をかけられてしまう感じになっちゃうんですよね、逆に。ああ、そうなんですか。キャミー側に、キャミー側に2択、投げかキャノンかの2択になっちゃうんで。攻めてるベガなのに苦しいっていう。なるほど、あんまり近づきたくないんですね。そうですね、そう考えると。おっと、さあこの画面端のこの固め、かなり瀬尾さんがさえ渡っている。すごいんですよ瀬尾さん、画面端の固めが半端ないんですよ。そうですね、抜け出せないんです。何もできなくされちゃいます、何もできなくされちゃうんで、うん、そんな感じで瀬尾ベガ勝利。はい、素晴らしい。続いてセロテープさん、10連勝が11。セロテープさんですね。覚えてないっすよそんなの。でも10連勝はしたことないですよ。 N ガエルであの15連勝ぐらいはあるけど、それはハイパーの話なんで。ハイパー大会ね、記憶新しいですね。あれお忍びだって言ってましたけど大丈夫ですか。大丈夫ですよ。問題ない、事務所 OK 出たんで。あ、事務所 OK 出ました、事務所 OK 出ました。あのやっぱハイパーのね、 S ザンギはあのあれですね、はい、暴発バニシングがないから。あ、そうですね、すごいいいですよね、化けないのがいいですね。と言ってる間に画面端、おっとダブルアリを出したが、リバサで出したが、ナイトネアが食い込んでいる。食い込みましたね、止めれないんですね。このベガザンギも見てて面白いですよね。これ因縁の戦いですからね。因縁の戦いですよ。はい、しかしあのスライディング通したぞ。
そうですね、ジャンプに触れなんでスクリューたくらないっていうね、たくりません。さあ、いや、たくらないのか、もしくは遅れたのかわかんないですけどとりあえずワンテンポ遅れたらもう逃げれるっていう感じなんですよね。さあ、もみもみっと今のは投げかく美味しい前取りでしたね。そうですね、かなり。2本目はセロテープさん。さあ、ダブラリスタート。さあ、3本目、おいきなり決めていく。しかし画面中央なので、はい、スクリューは離れてしまうので、次が厳しい。瀬尾さんも冷静にカニをね、置いていくよね。このタチジャックパンチで対空はかなりやりますね。やりますね。データじゃないですからね、しかもね。そうですね、ビタで押してますね。しかしダメージ的にはお互い死んでもおかしくない、ね、ダメ負けありえますからね。ありえます、全然ありえます。さあ、お互い一発の前、あーっと今走ったのか、やった、セオベガ勝利。セオさんのベガが勝ちましたね。続いて、続いてニアさんの剣、 X 剣、 X 剣ですね。剣ベガってどうなんですか。剣ベガは俺あんまり知らないんで、疎通のこと。基本的にはでも剣は弱いけどオールラウンドタイプだから、ベガの方がきついんじゃないですかね。ベガの方がきつい。まあでも玉持ちにはな、基本的にベガの方がきついっていう感じはありますよね。そうっすよね。だって玉持ちだけじゃなくて、まあ無敵タイプありますからね。うおっと、あと膝があるっていう一点がだいぶ厳しいですよね。膝ではめれれば。しかしやってるかどうかっていうのがありますからね、お互い。やーっと、ここは波動昇竜に持っていきたいところ。かましたぞ。おっと、大足、小足大足で飛びを読んだのかな今。いや、しっかり2択かけてましたね。さあ、あ、バックでお手玉、膝ループさせない。いたたたた、いたたたた、拾っていく。おっと、ナイトメア、おっと、死ななかった。削りで死んだ、まあ、削りで死ぬだろう。リバサ出なければね、死にますからね。そうですね。さ、開幕竜巻、なんとか、まあジャンプが早いんでね、こういう形で逃げれると。うわ、ロケッティア。さあ、投げられて、さあ、こっから瀬尾さんかなり硬い。おっと、めくりホバーが当たらなかった。いやー、これ剣きついぞ。こうなっちゃうと厳しいですね。さあ、ナイトメア、えげつないな。セオベが3勝目、単独1位ですかね。はい、続いて坂本さん。瀬尾さんが今3連勝中、暫定トップ、暫定1位。なるほどなるほど、かぶりステレオ。なるほどやっぱりね、なんか似てくるんですよね、大体間合いが。まあそうですね、うん、そう、似た感じなんで、やっぱお互い、あの、お互い別に意識してるわけではないんですけど意識してるわけじゃないんですけど、電波がね。そうなんですよね電波が今ありました。さあ、坂本さんがガイル。はい、お、これガイル、かなり美味しい組み合わせといっちゃ美味しい組み合わせですが、焦げたら死にます。さあ、瀬尾さんの、さあ、瀬尾さんのベガが猛攻。このラッシュ抜け出せないぞ。そうですね、ソニック打とうとしたらカニが飛んでくる。嘘つの知らない人にとっては、おっと、何言ってるか分かんないと思いますけど、カニが飛んでくるって何。カニは飛んでこないよっていう。カニでは飛んでこないですねカニは飛んでこない。地上ですからね、カニはね。そうですよ、別にソニック打ってもカニは飛んでこないですけど。そうです ね。さあ、ソニックでガンガン押していって、うわ、いや、しかし暗い投げ、前を一旦離してベガは寄りたいところだが、さあ、大足のヘルリ
しっかりね、この出際を勝っていくのがこの瀬尾さんの足なんで。裏からは、これね、安易にスパコン削りとかいかないところですね。そうですね、冷静ですね。おっと、さあ投げる、しっかりダウンを取ってめくりに行きました。勝利で、あーごめんなさい、1本取り返し、返してはい。さあ、敷き直しの3本目、今の前ですね。さあ、おっと、なんか逆に落ちたっぽい。逆に落ちちゃいましたね、スカルダイバーが。さあ、すごいダメージのガンガン減っていくぞ。この前きつい。坂本さんのガイルどうする、相打ちじゃ死ぬ。おお、おっと、膝が当たった。背負い勝利、膝でしたね。膝でした。あれ、うねさんです。はい、さあ、うねさんもガイル、ガイルにね、チャンスね。さあ、画面端、しかし離れる、そうですね、カニがあるからちょっと離れたいですよね。ガイルとしてはやっぱりソニック打ちたいですからね。空中戦、乱れる空中戦、よくわからない。デビルリバース落としていく。さあ、最高ガードしてきっちりお釣り。飛び越していく、左右が入れ替わる。そうですね、ガイル使い多いですね今日ね。さあ、裏から見えないめくり、お、投げる。しかし、おっと、ソニック投げ、おー、投げ返している。受け身をしっかり取っている。さすがセオベガというところ。しかし、うねがえる勝利ということで、続いて千本さんですね。はい、千本さん、フォーク、フォーク出しました。おっと、きっちり落としている。あれあれと、うねがえるも思わず言ってしまったが、自分も言ってしまいました。お釣りがなかった、トマホークにお釣りがなかった。ん、今同時当て臭いのかな、どっちなんだろう、ちょっと分かんなかったですね。ツーヒットにはなってなかった。さあ、画面端、ここからがフォークタイム。上から終わった、しゃがみぐらいはまずいっすよね。あ、ダメなんす、あ、なるほど、しゃがみぐらい様、それしか出す方がないってことですね。さあ、様で切っていく。おっと、中垣内、うねがえる勝利。さあ、続いてうねがえる対ほぼ山本純理。さあ、和やかな空気が漂っておりますが、さあ、球から、さあ、食うぐらいめくり、さあ、ピオリまではいかなかった。投げて投げて、さあ、受け身がなかったのでかなり美味しいダメージ。最後は高かったのか、それとも投げに行ったところか。投げていたのは山本純理、
開幕ソニック。さあ何か和やかな会話が行われてますね。プレイヤー同士で意思の疎通を行いながら、疎通も極まると対戦を通して会話ができると言いますが、この2人は対戦しながら普通に会話をしてます。さあ暗い投げ、ソバットソバットゲインキック、さあスピニングで、さあお互いのプレーを批判しているのか叩いているのか、漏れた漏れたとあまり大人にはあるまじき会話を。さあ球の打ち合いから端に持っていってガイルペース、さあ高めから対空潰して、さあ今度はくぐって投げる、当てて投げる、遅らせ足払い、戦列はガードできている、小足にしておいて大正解、中足だったら結構もらっちゃいますからね。さあ最後は無理やり相打ちを取って勝ったのはウネガイル。さあウネガイル勝利、素晴らしい勝利でしたね。さあ続いて中島さんのガイル、ガイルガイル、これで1位ができた感じ、2位ができた感じ、よかったですね。これでちょっと団子状態だとね、運営に影響が出ちゃうんで非常にいいことです。みんなね頑張ってもりもり勝ってもらいたい、勝てる方は。さあガイル同士よくわからないがソニックを打ち合うしかないというね、この組み合わせ、お互いにゲージも溜まっていると思われるがあまり使い道がない、じれったい戦いですね。ちょっとね、しかし徐々にでは減らされているが、おっと開幕ソニックにサマー当てていく、あれですかね、そばとカラキャンとかですかね、多分スタブカラキャンかなんかだったと思われるんですが、さあ一気に押されたウネガエルだが盛り返している。さあどうする、さあソニックの打ち合い、そろそろお互い体力も時間もという形になってきている。さあどうする、おっとソニック打った、打ち切った、打ち勝っていきましたね。さあ気を取り直して3ラウンド目、どちらの、やっぱね開幕からどんだけ早めに打てるかっていうのもありますからね。おもうゲージは溜まっている、早い、ソニック飛び道具なのにゲージ溜めるの早いですね、回収率が。お互いかなり接戦だが、若干中島ガイルの方が体力有利なのか、赤いガイル、中島ガイル、白ガイルがウネガイルで、ちょっと N ガイル頑張りすぎたか、 X ガイルをやっているのかいないのか、飛んでいく。さあどうする、お互い厳しい間合い、さああっと時間だったがウネガエルが守り抜いた、ソニック打ちまくり。さあ続いてエクスパーさんまだいますか、エクスパーさんの竜を誰か救ってあげてください。はい、4連勝、これ勝てば単独1位、はい、はい、勝っても負けても終わりですと。あれ、エクスパーさんじゃあ3周目なんですね、なるほど、
3回目ですね、失礼いたしました。なるほど。で、同率1位だったとしても単独1位だったとしても決勝戦が決まると、組み合わせが背尾が対ウネガエルという形ですね、決勝戦は。またウネさんが好きな方を取れるかどうかですね、頑張っていただきたい。勝てば 1P2P 決めれる権利があります。そうですね、だから今ウネさんは 1P サイド、2P サイドを選ぶためだけに戦っている。ちょっと変な感じです。ちょっとそこまでして肘を酷使してソニックを打つ必要があるのかという。ソニック肘がだいぶ怖いですからね。そうですね、来週のハイパー東西戦のためね、相当肘を酷使してるって噂ですから。ここに来て、さあ問題はこのエクスパーさんの竜巻ですよね。どう処理していくか。かたやエクスパーは何のために戦っているのか、己のプライドのためか。そうですね、シンク。しかしね、エクスパーさんね、意外とあれなんですよ。意外とキノコ3周目はかなり力強い。そうですね、イメージがあるんですけど、必ず勝つと喜んで終わり終わりって聞いてくるんですけどね。ちょっとかわいいところ。さあ終わったか、とどめに行かない、諦めない。なぜかしサイドが選びたい。なぜかとどめに行かなかった。おっとアッパー飛んでしまって、最後アッパー。エクスパーさんありがとうございました。終わりです、エクスパーさんありがとうございます。勝利、エクスパーの勝利。今日強い、今日強い。負けた相手を褒めている。さあ、ここで同率1位が2人、ウネガエル対セオベガ。これ 1P2P、 じゃんけんですかね。じゃんけんで 1P2P を決めていただく形になります。あとクレジットが今ないです。お、じゃんけんで勝ったウネガエルが 1P でいいですか。ファイナルアンサー、あ、で 1P を選択。さあ、なるほど。さあ、じゃあ 2P を、選択したの、あ、 1P を選択したのがウネガエルなので、自動的に 2P がセオベガという形になります。さあ、クレジットも充填されましたので、さあ、決勝戦第92回、9月21日ですね、第92回四季の細道決勝はウネガエル対セオベガということで、始めてください。これ瀬尾さんはいろんなキャラで優勝してますが、はい、確かうねさんの優勝というのはまだなかったような気がしますね。あ、そうですね、うねさん初優勝がかかってますね。そうですね。さあ、これ勝てば裏のサマーは当たるわ、バスターは決まるわ。ちょっと調子がいいか。そうですね。そしてガードからコパンソニックで切り返す。サマーはスカルが致命傷にならない。強気の近距離ソニック、ね、めくりは失敗して浮き身も取れない。裏からしかし、うん、投げられてる。寄らなかっただけよかったが、最後のめくり中盤からの投げはかなりベガ有利。なるほど、下にいるガエルが有利なわけではない、一部の技が着地硬直がないんですが、その一部の技の一つがベガのジャンプ中パンチ、あとホンダの垂直大パンチとか、そういう一部の技だけ本当に着地に足払いで置いても振らないんですね。おー、一つ得意の何でも対空ができないわけですね。しばらい対空的な。そうですね。さあ、このラウンドもウネガイルが押しているが、一回転ぶと地獄が待っている。まず開幕1試合目はセオベガということね。ノリに乗ってますね。さあ、2ラウンド目、さあ、ごめんなさい、失礼いたしました。2試合目気を取り直していきたいところ。さあ、サマ、おー、サマが入る。またサマ裏から入った。めくり気味にきっちりサマ当てていきますね。裏から、しかし、空に逃げていた。おっと、得意のダムサマだが生き残っている。ナイトメア、おっと、呼んでいた。ちゃんと空に飛んでましたね。そうですね、うねさんのいいところはあれですね、折れないところ。出したいときは出す、打ちたいときは打つ。そうです ね裏を取られたから、ちょっと様子見ようかみたいな、そういうタイプのプレイヤーではありません。瀬尾さん、デビルリバース多めですね、かなり。
後ろからのコンボ精度が高い。弱最後やばいと言って、さあちょっと早かったか。打てないが、さあサマーで切って投げいったのか。さあフラフラしている。がわからない。最後当てて直接大最後が来た。シャーミダイパッチ今のうまいですね。サーマーにかけていた。さあ瀬尾さん2連勝ですね。瀬尾メガ3試合目このまま決まってしまうのか。さあサーマーで切って後ろからピオリ1。おっと強サーマーだった今。さあピオから逃げて体力は少ないですが正面から蹴らせる。さあどこまで減る、どこまで減るかと思ったら全部減った。10割優勝にリーチ。さあ1回の対空ミスから全部持っていった。リーチをかけたのはセオベガ。おっと変なところで当たっている。細かいところも落としていきますね。ちゃんと投げる。さあ奇襲に出る。またしてもデビルリバース地獄。最後入れてめくりから、おっと危ない。死ななかった。サマーさあ捨てのとこしび。最後は苦しい紛れのサーマーになっちゃいけ。優勝は瀬尾さんのベガですね。おめでとうございます。おめでとうございます。一言いただいてください。すいません。おめでとうございます瀬尾さん。楽しかったです。ありがとうございました瀬尾さん。本当一言だけなんですよね。ありがとうございます。じゃ以上で式の細道、第92回式の細道終了となります。優勝は瀬尾さんのベガということで、皆さんありがとうございました。なんかある方います？喋りたい方。はい、特にいないみたいです。で、一旦マイク終了します。
Let's go.
Sign up!
Sonic